はい、5つね、いただきましたけども、はい、なんかみんなに聞いたんですよね。そうですね、結構いろいろ、ちょっと他のもちょっと適当にパパッと教えてください。結構これ言われてるのが、今はもうなんていうんですか、制服が結構規制緩くなっちゃったので、はい、当てはまらないんですけど、自分が高1ぐらいの時までは中学生がクリーム色のシャツ、はい、で高校生が水色のシャツって決まってたんですけど、僕そうでしたよ。あ、やっぱそうですよね。今違うんですか。いや、今はもうなんか自由になっちゃったので。ワイシャツが、あ、もちろんその二択ではあるんですけど、はいはい、学校で販売されてる。あ、どっちを着てもいいんですか。そうですね、だからもうだって水色しか着てないですよ、みんな。あ、だからそれがあれなんです、クリーム色がダサすぎる。あ、だってなんか実際なんかあれ黄ばんだ色みたいだね。確かに確かに、どうでも見たことないですよね。そうですね、ちょっと謎の色でした ね。 そうですね、チョイスが。クリーム色マジペラペラで、青は結構しっかりしてたじゃないですか。え、それはちょっと、あ、それ冬服とあれか。あ、そう、冬のワイシャツと半袖のワイシャツとあれでしたね。ちゃんとした生地、そうですね、2枚あります。はい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 、いや懐かしい。なんかちょっとね、なんか制服まだ持ってるそうなんで。あ、そうですね、まあ、今度機会があればコスプレにお願いします。ぜひ。他は何かありましたか。なんかこれちょっと顔出してるんであんまり良くないんですけど、はい、内職はやっぱりあるあるですね。いや、それも渋幕的自由ですからね。うん。まあそういうことはしちゃった方がいいかもしれないです。いや、個人的にはやっぱりその、はい、なんていうか、渋幕って先生によって内職注意する先生と、あ、そうですね、注意しない先生って、ね、もう先生のキャラクターだったと思うんですけど、はい、まあ、最前列でやってても全然注意してこない。あ、もう全然そうですね。やっぱりその子自体がじゃあどういう成績なのかっていうのを結構何気先生たちちゃんと見てて。確かにそうです。そう、やっぱこいつはその要は授業を聞いて伸びるタイプじゃなくて、はい、要するに自分のペースでゴリゴリやっていくタイプだっていう人にはやっぱりあんまり言わなかった気がしますし、逆にそのちゃんと聞いてる人の邪魔をしないようにやるんだったらば、はい、まあそのマナーを守った距離感であれば多分認めてくれてると思うんですよね。先生たちのレベルも高いってことですね。いやー、いろんな子見てますからね、うん、だから逆に多分僕みたいに終幕の中ではもう全然ポンコツだったとしても、はい、結果的にやっぱり医学部受かって、はい、まあ、こうやってビジネスでね、うまくやっていくやつもいるわけじゃないですか、はい、だから何も何でも要するに授業を真面目に聞いてる人が、はい、じゃあむっちゃじゃあビジネス成功するかとは限らないわけですよね。そうですね、そういうのって先生たちって多分たくさんの事例見てると思うんで、はい、だからやっぱり一概に全員に授業を聞けっていうのは、まあ、おかしい話だと思うんですよね。正しいとは言えないです、ね、うん、そう思いますね。で、そのなんていうんですか、内職が多い二大巨頭として結構上がったのが行動行事がまず一つ。はい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 、まあ行動行事ってやっぱ後ろの方座ってたらもう何も先生たち無干渉なんで、はいはい、結構周り見たら、まあ、スマホっていうの持ってっていいんですか。持ってくのは問題ないですね。あ、なるほど。ただ不必要な使用はやっぱり高速ではダメみたいな感じになってます、ね、うんうん、僕らも一応その携帯全然持ってってもよくて、ああ、はい、みんなメールとか全然してるんですけど、はい、まあ授業中とかはダメよみたいな感じですね。あ、やっぱそれはそうですね、はい、中学生は多分自分の時はですけど朝、なんていうんですか、貴重品バッグみたいなのに財布、スマホを預けたりしてたので。あ、そうなんですね。そこは中高で変わるのかなっていう感じはあります。あ、なるほど。いや、今ってやっぱり一個一個が高級なものになってるんで、確かに盗難とかもあるからちょっと気合ってるのかもしれないですね。確かに。え、しかもあれですよ、自分の一個下からはなんか端末が何かわかんないですけど、はい、タブ PC っていうんですか。あ、タブレットがが一人一台配布されて、おー、だから授業中逆になんていうんですか、そういう電子端末が机に置いてあるのが当たり前みたいな授業風景にはなってるんだと思います。いや、今日何気も今本当にまあ巷の中高とかって本当そうなってきてますよね。そうなんですか。もうほとんどがタブレットで宿題の管理だったりとかアプリで提出してチェックされて戻すみたいなのが普通になってるんで、あ、そう、もうどんどんこう、まあ、紙が、まあ、ペーパーレスになって IT 化されてるっていうのは聞きますね。あ、そうなんですか。はい、まあ、あともう一つ内職が多いところとしては中学棟の机ガコンって上がるやつですね。そうです、ずっと変わらないんです。そうですね、あれすごいな、20年以上使ってんのかなあれ。え、でも結構古そうなやつはありますね。いや、めちゃめちゃ古いですよ。しかもゴムのシートってありました。いや、なかったです。 どこにゴムのシートが机があるじゃないですか、はい、で、そこザラザラしてるんでゴムのシートを引いて平らな状態なんですけど、そうそう、あれあの上で紙かけないですよね。そうです、ガリガリしちゃってなかったんですかゴム。そうですね、だからみんなその下敷き持ってたりとか、 あとはその普通にノートに書くから、あー、ノートだと大丈夫みたいな、だから紙っぺら1枚だとめっちゃザラザラしてましたね。これ時代の変化ですね。そうですね、1人1枚ゴム毎年配られてそれは引いてますね。あ、
で、ゴムの上で鉛筆で描くって感じです。そうです、それだったらそんなにあれなので。はぁ、なるほど。普通の作りよりちょっと弱いんで。そうですよね。 0.2 とかのシャープペン使ってると刺さっちゃうので。いや、しかもあれ、僕らが入学した時はなんでこの机なのかって学校説明会で親御さんに喋ってたのが、はいはい、これはあの非常に居眠りをしづらい、要は人体人間工学に基づいた机なんですって。そうなんです、ね、そう言ってた、言って、まあ、はい、うちの母ちゃんもなんかそんな机使ってらしいよって聞いて、へえみたいな感じだったんですよ。で、そしたら入学してみたらこんなに寝やすい机ないと。いや、本当ですか。ちょっと説明してないんであれですけど、まあ、机の前に溝があるんですよね。そうですね。で、そこにまあ教材とかを刺す形ができるから、まあ、要するに壁ができる、先生との間に。そうなんですよね。かつ、なぜか机が持ち上がるっていう。そうですよね、壁がさらに斜めに曲がるんで。でもやりたい放題ですよね、中学等の机に。今日あれは本当に僕の記憶の限りでは人間工学上、眠りにくい、居眠りしにくい机と。あ、そうなんですね。何を土地狂ったこと言ってんのかと。こんなに寝やすい机ない。柔らかいですもん、だってゴムシート引いてる。普通の机より。いや、そうですよね。逆に寝やすい机なんじゃないかと思ってね。確かに。まあ、ほんと1日半分ぐらい寝てたんで、まあちょっとよくわかんないですけども。でもみんなそうっすよ、中学時代は。そうですね。まあまあ、育ち盛りなんでしょうがないです。はい。はい。まあ、そんな感じでね、もうほんと終幕って、もう、まあ、ピンからキリまで、まあ、いるっちゃいるんですけど、もうほんとね、ピンは2、3まで行っちゃうし、はい、まあ、キリはたまに大学行かないやつもいるしね、結構面白いところなんですけどね、はい、やっぱりかなりね、上の層の層が厚いというか、そうですね。うん。女子がまた強いですからね。そうですね、これもあるあるで上がりましたね。あ、ほんとですか。平均は女子が高いみたいな。あ、そうね。だからダントツトップとかはたまに男子がいるけれども。うちの代はそうでしたね。あ、そうですよね。ダントツトップ2人が男子で、そのなんていうんですか、その下のチームその層は結構女子が多かった。10から30ぐらいがもう女子ね、めちゃめちゃ強いですよね。多いですね。わかりました。じゃあ今回ね、終幕あるある5選でした。じゃあエル君、ありがとうございました。ありがとうございました。